ありがとうございます。DJ ユニット？そうですね。ただ私 DJ ユニットというものがよくわからなくて。DJ を中心にパフォーマンスをしたり、それって。不良だなんて、好きなことがあるのは素晴らしいことだと思いますよ。それに多分私たち、もう不良なことをしてしまっているし、DJ ユニットか。DJ ユニット？うん、聖歌隊の人に教えてもらったとき、これだって思ったの。DJ ユニットっていう形があれば、私たちはもっともっと楽しいことができるんじゃないかって。変わりましたわね、ミユさん。私が？そうかな。ええ、ミユさんは昔からご自分のことを後回しにしてしまう方でした。もっと楽しいことがしたい、DJ ユニットを組みたい。なんて少し前のミユさんからは考えられない言葉ですね。そうかも。私わがままになっちゃったのかな。いいんじゃない。私はずっとわがままだけど別に困ったことないもん。それよりさ、 DJ ユニット作ったら私ステージ演出やりたい。いいよね。ね。じゃあ、ミーコはコーラスやるの。ミユちゃんと一緒にお歌歌いたいの。あなたたちったら、また勝手に決めて。まあ、DJ ユニット結成については私も大賛成ですが、最近は集いの参加者も増えてきたでしょ。ゲストで集まってくれた皆さんと区別するためにも、私たちに名前が欲しいと思っていたんです。じゃあ満場一致で決まりってことだよね。みんなありがとう。こちらこそ素敵な提案をありがとうございました。さて、そうと決まれば次は DJ ユニット名ですわね。幸いここは図書室、私たちにふさわしい優美な言葉を探そうじゃありませんか。うわー、また春菜ちゃんが仕切り出した。でもワクワクするの。ミーコ、怖い話の5本借りてくるの。あ、怖い DJ ユニット名はちょっと困るな。集まってくださりありがとうございます。今日はまず皆さんに大切なお知らせをさせていただきますね。実は私とミユさん、そして私とミーコちゃんの4人で DJ ユニットを結成することにしたの。その名も、せーの、リリカルリリーです。へっへっへ、みんなありがとう。これからもリリリリをよろしくね。ちょっと、何ですかリリリリって。
検討に検討を重ねた渾身のネーミングを勝手に略さないでくださいます。でもリが4つでリリリリって分かりやすくて可愛いと思うの。そうだよ。それに渾身のネーミングって言っても学院の校章が百合の花だからなんて単純な。だからって他に略し方があるでしょ。リリか、リリル、リリリリリリリ、あら。はるなちゃん面白すぎるよ。もうそんなに笑わないでください、みゆうさん。私たち4人の DJ ユニット、4人の名前、4人のリリカルリリー、今なら永遠に続けられそうな気がする。夢みたいに楽しいこの秘密の時間を。別のクラスの子に話した？困りましたね。集いのことは A 組だけの秘密でしたのに。うん、確かに友情はかけがえのないものです。秘密を守るためとはいえ犠牲にしろとは言えませんが。別にいいんじゃない。だってもう話しちゃったんでしょ。ミーコはお友達が増えるなら大歓迎なの。待ってください。そんなことを言い出したらキリがありませんよ。でも春菜ちゃん、一人だけ特別扱いなんてできないよ。それに私たちだって金を破って音楽に触れたからこそたくさんの素敵な時間を過ごせたんでしょ。そんな私たちが他人から音楽を楽しむ機会を奪うなんて良くないことなんじゃないかな。みゆさん、そうですね、やむを得ませんか。わかりました。では一人一名まで紹介を認めます。ただし秘密厳守でお願いしますね。ですがこの調子で規模が大きくなり続けたらいつかは破綻してしまうのでは。はるなちゃん困ってたな。あんなこと言って私無責任だったかもしれない。でもやっぱり独占するようなことはしたくない。考えよう、みんなが楽しめる方法を。え？今のお話は。いえ、そもそも、サバトというのは。え？魔女？悪魔？そうですよね。すみません、私用事を思い出したので今日はこの辺りで。
びっくりした。サバトなんて言ってたけど、あれ私たちの集いのことだよね。思ったよりも噂になってるんだ。しかも尾ひれがついて、なんだか大変な話に。どうしよう、本当にこのまま集いをリリリリを続けていてもいいのかな。以前お会いした、もしかして今日の公演も聞きに来てくださったんですか。ありがとうございます。聖歌隊の指導をしてくださるシスターも同じことをおっしゃってました。きっとあなたのおかげです。自分が楽しむために音楽をやってもいいんだって教えてくださったから。ああ、私最近あることを始めたんです。音楽をより楽しむためのあることを。それは初めほんのささやかな私と数人の友達だけが楽しむためのものでした。でも気がついたらとても大きな波を作り出してしまっていて、いつか大勢の人に迷惑がかかるかもしれないと思うと。え？それはできません。違う、私はやめたくないんです。私はあの時間が好き。あの場所に集まったみんなの笑顔が大好き。それを忘れるなんて嫌です。あ、ごめんなさい、私失礼な口を。なったかもしれない。まずは目の前のこと、明日の集いを頑張ろう。委員長、委員長、見て見てこれ。誰が委員長ですかって、何ですかその紙は。今日の集いでかけてほしい曲のリクエストだって。みんなが授業中に回してたんだ。まあ大切な授業も聞かずにそんなことを。いけませんよ講師近藤は。そもそもあなたは。お説教、今回は私だけじゃないのに。結局今日は何人くらい集まることになったのかな。はるなちゃんが40-50人くらいになりそうだって言ってたの。え、そんなに。 A 組全員合わせたよりも多くなっちゃった。誰かがお友達を呼んで、その子がお友達のお友達を呼んで、その子がお友達のお友達のお友達を呼んだんだと思うの。そうなんだ、本当に大丈夫かな。ううん、それだけみんなが楽しみにしてくれてるってことだよね。なら私もそれに応えたい。うわー、人がいっぱいだー。狭っ。こんなに人がぎゅうぎゅうになってるの初めて見たの。満員電車って
このくらいなの？さあ、乗ったことないから私もわかんない。すみません、階段の下は開けてください。入ったら詰めて、入り口を開けっぱなしにしない。ふん、予想はしていましたが、これだけの人数になると全く統制が取れませんね。みんな朝の礼拝の時はお行儀よくしてるのに、今は全然だね。きっとドキドキワクワクしてるからなの。こんな楽しそうなこと普段の学院生活じゃ起きないの。もしかしてみんなも私と同じだったのかな。この学院が好きだけど少し窮屈にも感じていて、だからこんなに。よし、はるなちゃん、くるみちゃん、みーこちゃん、そろそろ始めようか。レディース&ジェントルメン、お待たせ。ジェントルメンはいないの？あれ？レディース&レディース、リリカルリリーの音楽の集いにようこそ。たくさんのご参加と楽曲リクエスト感謝いたします。今日もお楽しみいただければ幸いです。ただし、ご存知の通り、この集いのことは秘密です。あまり騒ぎすぎて、地上に音が漏れないように。それでは、楽しいひとときを過ごしましょう。皆さん、準備はよろしくて。それでは一曲目、こちらから参ります。ありがとうございます。ありがとう。ほわわ、ぴょんぴょんしすぎて頭がクラクラしてきた。でもそろそろ危ないの。下校時間ギリギリ。もうそんな時間ですか？とはいえ、皆さんまだ元気が有り余っていらっしゃいます。このままでは終わるに終われませんよ。そうだね。それに私もまだ終わりにしたくない。もっとみんなと歌いたい。だからお願い、春菜ちゃん、もう一曲だけかけてくれる？今日という素敵な日を締めくくるのにふさわしい曲を。まあ、DJ としての腕が鳴るリクエストですね。みゆうさんからのお願いとあればなおさらです。わかりました。それでは参りましょう。本日最後の一曲はこちら。心のどこかで思っていた、こんな夢のような時間がいつまでも続くはずないと。だけど終わりは、考えていた以上に突然で。